はい、ゆうこさん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、溝辺来ましたね。来ています。はい、今日も皆さんに聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。リベンジですね。はい、はい、今日は穏やかなんで、はい、穏やかですよ。めっちゃ穏やかといえば、はい、前回の名古屋会場では豪豪でしたね。豪豪ということで、はい、今日皆さんに聞くのはリベンジ。リベンジです。今年買って一番良かったゴルフの何か、ゴルフグッズ、はい、はい、教えてください。教えてください。行きましょう。はい、組目の方こちらへお願いします。はい、今年あのクラブ全部変えたんですよ。ドライバーからアイアンまで、はい、でアイアンが変えたんですね。はい、これがねすごくいいんですよ。おー、水野だ。 JPX、 あのケプカが使ってるのがツアーですね。はいはい、あれはちょっと難しいかなと思ったんで、うん、これを買いました。結構多分こだわってますね。しかもネットオークションで落としました。ネットオークション、はい、楽しそう。へー、これでなんかすごくアイアン打ちやすくなる。はい、でも一番良かったのはこのポルシャスかもしれない。ありがとうございます。今ちょっと自然すぎて私全然気づかなかったんですけどこの方はですね、普段東京にいるのに、出生の地がこの溝辺だということで来てくれました。はい、ありがとうございます。溝辺です。今年はこれですね。危なさそう。これは持ってるし、純正オレンジです。シャフト、このシャフトはちょっと僕にもうドンピシャな感じで今年の2月に出会ったんですけど、安定性が良くなりました。ドライバーがブレないってことですか。ブレにくいですねちょっと後でちょっと打たせてもらおうと思ってます。好きです。ぜひ。自分はボルビックの、おーボールだ、ボールですね。はいはいはい、なんかネットとかで調べて結構評判が良かったので、うん、なんか世界ドラゴン大会選手権、はいはい、で使用されてるボールだとかってことは飛ばしたいんですか。まあよくありますよね。はいお、ニコン、これです。うん、クールショット、あの動画でも心さんが、はい、やってますね。やってました、うん、どうですか。まだ2回目なんで今日で、おお、まだ下ろしたて、うまく使えてないんで、じゃあ今日こそはちょっとうまく使ってください、はい、あるかな。お願いします。お願いします。いいんじゃない。よく振った。ありがとうございます。おー、キックする。めっちゃ飛ぶな。ナイスキック。よいしょ。つけてもらっていいですか。うわー、ナイスキック。おー、めっちゃ飛ぶ。おー、これドライバーですかね。あれ帽子じゃないんだ。あ、帽子じゃないです。なんかすごく気になる帽子か。ああ、ピン、あ、おー、これいいですね。曲がらないです。曲がらない。飛ぶし曲がらない。はい、帽子はどこで買ったんですか。これメルカリです。鹿児島にプレイング4っていう。あ、彼ら鹿児島なんですか。鹿児島です。YouTube じゃない。YouTuber がいる、ゴルフ系 YouTuber がいるんですけど、これはちょっとなんか気になっちゃいますよね。引きつけられる。はい、よく言われます、はい。ありがとうございます。ゴルフレーブさんのシャフトです。シャフトだけ買いました。なんかドラゴン選手御用達。シャフトです。じゃあお兄さんもだいぶ飛ばすっていうことですね。いや、200ぐらいですかね。いや私もシャフトです。はい。アッタス。アッタス。ジアッタスの 5X ですね。はい、いい感じに組み合ってます。そうですね、失敗しなければいいですね、はい、最近買った靴ぐらい、やはりプーマ。今日は全身本当だ、プーマ。通常油こぼして、通常油持ってるナイスです。スーパーフック来た。スーパーフック。すげえドバナが来た。かっけえ。今年買って良かったものはアイアンですね。545のスリックさん、ゼッタシリーズに変えて。はい。はい、距離が10ヤードぐらい伸びたんですかね。お、すごい。はい、今日このアイアン使って。はい。はい、頑張ってください。はい、リンゴルの。あ、おお。あー、かわいい。初代。初代だ。初代。このゴルフ場来たことありますか。はい、あります。難しいですね。あ、難しいんだ。はい。
池がたくさんあるから、はい、頑張ってください、はい、これを活用してください、はい、もう一番はこれですね。おお、通気性が良くて着心地がいい、うん、さっき買ったばっかり。はいですです。ぜひちょっとみんな広めていきたいと思います。ね、大学の人でも着やすいと思います。ですです。よし、ナイスナイス。オッケー。おお。ありがとうございます。ナイスでーす。ああ、ゴルフ部。ボールを変えたことですかね。ボール何を使ってるんですか。ブリヂストン買いました。おお、ブリヂストン。はい。はい、ツアー。タイガー・ウッズの真似をして。はいはいはい。XS。そう。私もブリヂストン使ってます。あ、そうなんですか。はい。買ってもらいました。ああ。マーカー？マーカー買ってもらいました。これ意外となんかそこ、この。軽いんですね。そう、くり抜けてるんですけど、ちゃんと見やすいんですよ。うん、シブコパターを買いました。おお、ピンのパターですか。うん、入るようになりました。入る。入る。おお。それは本当に買ってよかったもんです。はい、お姉さん東京からわざわざ来てくれた。はい、私買ってよかったのはリンゴルフのウェア。おぉ、やっと買いました。おめでとう。着替える暇がなくて。後半もオイル直しで頑張ります。はい、はい、大丈夫です。おー、捕まった。キック。オッケー、ナイスキック。よっしゃー、さすが。一番めっちゃうまリンゴルのサンバイザー、マーカー、どっちもどっちも、うん、このセット素敵ですよ。60度のウェッジ。おお、このグリーン前で使うんですか。そうですね、あの開いて打つとシャンクするんで、うんうんうん、そのまま打てる、そのまま打てるように。はい、6月にもこう参加させていただいて、はい、買わせていただいた、はい、サンバイザー。おお、ナイス。上手な。上手な。緊張した。緊張した。みんな打ち切ったな。うん、そろっていこう。ナイスキックです。おお。頑張りましたね。よかった。おお、このドライバーで。ドライバー、はい、ピン、なんでこれ。やっと1ヶ月後に、いや1ヶ月注文して、はい、一昨日来ました。ピンが今すごい入荷待ちで。すごいですね。手袋です。グローブ。はい、どういいんですか。涼しいです。涼しい、はい、汗をかいたら涼しくなります。あ、じゃあちょっと濡れると涼しくなる。冷感があるやつですね。あ、そういう。このお父さん大工さんだそうです、はい、ね、屋久島にもお仕事で行くそうです、はい、帽子ですか、アンパシーの。あー、はいはいはい、かっこいいよねこれね、はい、かわいいですよね、突き抜けてる。はい、あと、スミカイト選手も。そうですね。あ、分かりますか。はい、分かります。知ってるんですか。よいしょー。よいしょー。やっと。どうした。覚醒した。よいしょー。おいしょー。まっすぐ行った。ナイスです。泉と言います。はい、福岡市内で和菓子屋さんを経営してます。おお、すごい。お店の名前は、あ、和菓子どころ泉屋って言いますだそうです。中に生クリームが入った生クリーム大福が人気でございます。今日ないんですか。なぜ生物なので、はい、出ませんでした。どうもすみません。ここだけ和菓子屋さんのコーナーでした。このお姉さんはゴルフ始めて4ヶ月でね、泉さんが連れてきてくれて。4ヶ月で何回ぐらいランブしましたか。多分今日が5回目ぐらいです。今までスコア一番良かったのいくつですか。
121です。すげえ。おお、すごい。121。はい、ね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今年買ってよかったものありますか？ベッティナルディのパターを買ったんですけど。高いやつ。使い心地はいいんですけど、はい、今日入れ間違えて。違うパターン。元カノが活躍すること。大丈夫。はい、大丈夫です。おお、戻した。ナイスでーす。わお。おー、ナイスキックだった。おー、うまい。これ120切ったわ。うまい。120切った。この方も福岡です。はい、前回の、あ、覚えてる。はい、一緒に回ると覚えてる。あ、よかった。今年買ってよかったものは何ですか？買ったというか手に入れたものなんですけど、はい、あ、あらら、このスコアカード。スコアカードなんですけど、うん、あの石井さんという方のスコアが、これすごくレアかなと。石井さんスコアを持っている。はい、ちょっと今日レアですね。レアなアイテムを。ありがとうございます。はい、じゃあ今年買ってよかったもん。うわー、かわいい。ドラコンの、そうなんですか？たまにドラコンも出てました。すごい。普通のこのドライバーだと平均どのぐらいなんですか？だいたい今300ぐらい飛べばいいかなって。すごい、楽しみですよね。楽しみにしてる。これだけぐらいしか買ってないゴルフ。あー、嬉しい。こういうデザインっていうのを知らなくて思わず買ってしまいました。こうね、切ってある。違いますよね、これね。そうそうそう、スキッパーっていうんです、これ、うん、ここのクラブのね、会員の人でメンバーさんでなんかキャプテンらしいですよ。キャプテンじゃないです。キャプテンハイを勝ちました。キャプテンハイを勝った。じゃあキャプテンです。キャプテンじゃないですか。はい、じゃあじゃあこれにしましょう。あれ、XP1、ほんまじゃない？ほんまや。ほんまです。いい感じですか？今日で2回目、3回目かな、うん、あ、確かに、すごい綺麗です、うん、後半も、まあ、ぼちぼちやります。はい、ほら、あ、めっちゃこっちパーやしゃー、キャディバッグを買いました。どれですか？見に行きましょう。スタンド式を。どこのですか？テーラーなんだ。なんかあんまりテーラーっぽくない。自分はこれです。マーカー？マーカーです。かっこいい。ジャイアン？いやいや、高森。ああ、最後高森だ。はい。はい、若干似てるけどね。そうなんです。自分名前も最後って言うんですよ。おお、じゃあもしかしたら辿ったら絶対。どっか繋がってるかもしれないかなっていうので。ね、繋がってそうか。はい。そのパッド、イレナヤセンド。イレナヤセンド。イレナアカンデみたいな。はい。鹿児島の方言って、よく使うのは、あの、ワッセとか。ワッセ、はい、あなた？とてもかなりとかってことです。めっちゃ。かなり、あ、はい、めっちゃワッセって言うんだ。ですですです。ワッセとだなとか。おー、面白い。僕はこのメガネを使いました。サングラス。光ってるな、オークリー。はい、グリーンの芝目もよく見えて。あ、そうなんですか。はい、そうそうそうです。サングラス苦手派で。あ、最初、うん、練習場でサングラスをつけて打つ練習をしました。あおー、かっこいい。ありがとうございます。来た。アドレス良かったもん。うん、おー、ナイスショー。めっちゃ高く上がった。いいかも。ワッセですね。うん、ワッセですよ。ワッセよき。よき。おー、惜しい。ゴルフ雑誌を買いまして、うん、ゴルフダイジェストさん。ゴルフダイジェスト。検証で当たっちゃいました。当たった。ロマロ。そういうのって当たるんですね。早く言いたくてしょうがなくて。すごい、どうですか？飛距離も伸びたし、うん、調子もいいです。ありがとうございます。よくマーカーなくしとったんですけど、これはもう大切に使うので。おお、嬉しい。何の水のプロ。あ、水のプロ。719、はい、色も自分に合わせて、あとシャフトも自分に。シャフト重たそう。もう出す。120です。120、重いやつ。X です。やっぱこの。あ、そっち。はいはい、ありがとうございます。ドライバーで来る。ドライバーで来るのかと思った。動きやすいし。
はい、非常にいいです。ロマロ、ロマロ、あーすごい来るでしょう。あー、これだ、こうやって来るのか。おー、戻って、ちょっと見れ、よいしょ、気持ちよく振った。よしー、ものか方言か、はい、鹿児島弁で、はい、ありがとうございます。ゆっこちゃんはぜよかおごじょねーを訳してください。わぜはさっき習ったんで、めっちゃめっちゃめっちゃよかお、よく来たね、そうだ、とってもかわいいねでした。おごじょでも可愛い女の子って意味なんですか。そうです、そうです、よかいい女の子ね、可愛いね、よかおごじょね、おごおごじょ、おごじょ、おごじょ、はい、買ってよかったもの。3番、4番アイアンですか。ユーティリティじゃない、あ、ユーティリティか、ユーティリティアイアン。普段このガタイの良さは何ですか。建築関係です。おー、すごい分厚いです。どう見てもアイアンにしか見えない。シャフトがちょっと220ぐらい、全然間違いません。すごい、おーいしょー、キックキック、左ラフでしょ、左か、ナイスショー、おーナイスキック、めっちゃいいとこまで行ってる。これです、パターです。へー、何ですか。キャスコ、キャスコってあのボールを打ってますね、ボールとグローブ、うん、初めてあのきちっと測ってもらって、フィッティングですね、うん、自分が好きなパターだと全然合ってなくて、あ、そうなんだ。でこれが一番合ってますって言われたから、まあ、もうこれを信用して、はい、これで入らなかったら自分が歩いてるように思える。おー、このお二人の方はヨカニセです。ヨカ何、ヨカニセです。ヨカニセ、これ次いい男、いい男、あ、いいよ、言ってみましょう。よかにせどん、よかにせどん、どんぶり。こちらのお三方のよかにせどんの皆様、よかにせどん、さっき勉強したの、玉拾いのこの吸盤ですね。え、これすげえじゃん、肩にくっついてるんですか。そうです、そうです、うわ、どうだ、いい、初老の腰痛対策で、いい、これめっちゃいいですよ。ベルトですかね、最近買ったのは。どこのベルトですか。ガッチャですね。ガッチャ、最近男性に人気なんですよ。ゴルフウェアの、そう、サーフウェアから始まったの。あ、そうなんだ。旗持ってるんですよ、ゴルフ、魚が陸に上がって。うわー、強い、え、戻した、やってもた。ドライバーを今年買いました、はい、でエピックのサブゼロです。サブゼロ、はい、あのスターじゃない、あの、うん、スター使ってる人多いんですけど、うん、こう構えた時の顔が、うん、顔がちょっとちっちゃいんですよ。そうなんだ、ちっちゃくて構えた時にすごい安心感があるので、これに変えてだいぶ飛距離も伸びた。おー、ストレッチ？ストレッチもできるし、その多少インナーのトレーニングもできるんで、胸のストレッチとかこう肘の高さを肩より上にしてこう後ろにやればかなり伸びるんで、後ろにもせっかり、あ、結構胸伸びで、結構これ硬いんですけど、結構硬いんですけど、できてんじゃん。ドア。これ初めて自分で買ったんです。初めて自分で買った。はい、ですね。買ったね。はい、かなり飛び系のですごいいいです。マンブリしたら200ぐらい。え、すごくないですか？マンブリ。じゃあマンブリ200ヤードティーショットで見せますか。じゃあ、はい。させていただきます。オーケーできます。はい。ありがとうございます。ヨダキ。ヨダキ？絶対わかんない。ヨダキ、なんだろう。ヨダキ。どういう時使うのかな。ああ、ヨダキ。あ、っていうかな、ダリーね、二日酔い、うん、惜しい、でもそういうニュアンスはそういう、はい、惜しい、超惜しい、寝不足、うん、もうちょっとね、感情、なんつったらいい、なんですか、めんどくさ、あー、めんどくさい、めんどくさ、よだき、そういうよだき、面白い、言い方がだいぶポジティブだよね。そうかも、めんどくさいよりポジティブだよね、ポジティブですよね、買ったものは、さっき買った
ボールマーカー、これさっき長いパッドが入ったんで、このおかげかもしれないです。おあと買ってないんですけど、私これとスカートとノースリーブアンケートに答えて1名当たる分で当たったんで、今日ノースリーブは着てこれなかったんですけど、1個ちゃんとお揃いのスカートで、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。おでも降ったな、上がりすぎだ。よいしょあ、詰めます。あ、なくなった。キック。大丈夫。しゃあ。はい、です。ということで全員取り終わりました。はい。お昼ご飯食べに行ってください。お昼ご飯食べます。はい。溝辺の7番ホールショートが名物なので来ました。カッパ茶屋。すごい景観です。前の組がティーショットを打つのが分かると、でカッパの絵がいっぱいある。溝辺はこの一帯がカッパの伝説が多いらしくて、こういうカッパの絵が飾られているんだと思います。